広田祐二は、秋田放送のアナウンサー。兵庫県の出身で、石川県金沢市を経て、高校卒業まで、新潟市で過ごした。新潟県立新潟高校を経て、東京外国語大学外国語学部英語学科へ、進学。大学卒業後の2007年4月1日付で、尾崎智美と共に、アナウンサーとして、秋田放送へ入社した。学生時代からサッカーへの造詣が深く、新潟市立小針中学校への在学中には、新潟県代表として出場した第30回全国中学校サッカー大会で3位を経験。高校時代には、サッカー部の副主将、大学時代には主将を務めた。秋田放送への入社後も、高校野球やサッカーなど、秋田県内のスポーツに関する番組や取材を担当。スポーツ中継で実況した種目は、サッカー、野球、バスケットボール、バレーボール、陸上競技、水泳、柔道、相撲、スキー綱引きダンスなど、多岐に及んでいる。2018年8月の第100回全国高等学校野球選手権記念大会期間中には、秋田代表として大会に出場した、秋田県立金足農業高校が準決勝へ残ったことを受けて、準決勝の当日に、おはようパーソナリティ道上洋三ですないの、スポーツの話題へ、電話で出演。パーソナリティ代理の堀江聖生を相手に、金足農業高校の快進撃で盛り上がる、秋田市内の様子を伝えた。同校が、秋田勢としては103年ぶりに準決勝を突破したことから、翌21日には、阪神甲子園球場で催された。大阪桐蔭高校との決勝戦を休暇扱いで急遽観戦。22日には他の業務との兼ね合いで早朝から秋田へ戻る予定だったにもかかわらず、同番組のオープニングにスタジオゲストとして登場した。太字は担当中。ありがとうございます。